はいどうも、池旦那です。今回は最短10分でできる捕虜埋め専用アカウントの量産方法をご紹介したいと思います。前回の動画で20億をゼロったと思うんですけど、実はその後ボツになった30億チャレンジっていうのをやってみたんですよ。そしたら捕虜埋めたのはいいんだけど、オンラインだったのでその捕虜が無駄になっちゃったんですよね。そこで池旦那考えました。捕まっても数時間後には戻ってくる、リーダーを突っ込んだらいいんじゃね？っていうことで作ってきました。さすがに30個作るのはしびれたんですけど、ちょっと工夫するだけで1アカウント約10分でできるので、普通に白レベル10にするよりは効率がいいと思います。それではレッツゴー。まずはモバロアの公式ディスコードでも見れるんですけど、白レベルが5以上になったら最新ニュースのところで入力ができるようになるので、最低でも2つはゲットしておきましょう。一応字幕でも3つぐらい載せておきますね。あとは IGG アカウントを使って量産していくだけですね。一つの IGG アカウントで10個しか作れないので、30個作るなら最低でも3個の IGG アカウントが必要になります。新しい IGG ID を作成するっていうのを押すと、このように画面が切り替わります。もうこの辺はね、適当にワールドカップの試合でも見ながらね進めていただければ大丈夫です。そうするとセリーサが一時的に解放してくれるので、この段階で名前と自分がいる国にテレポートまでを終わらせてください。最悪王国移動だけ終わらしちゃえば大丈夫。ここで移動しないとただアカウントを作っただけで終わっちゃうので気をつけてね。個人的にこうやって番号をねつけてった方が分かりやすいかなと思いました。ここまで終わったら白レベルを5まで上げていきます。白レベルを上げるのにハンマーが必要だから、このめんどくさいね、なんかよくわかんない遠征だかなんだかっていうのを2回やらないといけません。いや長い長い遠征もね、やっとここで終わりですよ。時短とかもね使わない、使わないです。白レベルが5になると最新ニュース、このイベントの画面が開けるんですよ。ここで最初に紹介したコードを入力していきます。何がいいかというと、このコードを入力することでクリスタルが2万から3万もらえるんですよ。それでなんとハンマーを買うことができるんです。1つ2000クリスタルなので、白レベル10まで上げるのに必要な5個買っても1万クリスタル、それでも2万ぐらいクリスタルが余ると思うので、それをクリポチすることでね、あっっていう間にできちゃう。遠征もスキップできちゃう最強の時短方法です。ここまで来ちゃえばもう楽勝。ひたすらねクリポチしまくって白レベル10を目指すだけです。
白レベルが10になったら最後に一応念のため確認で、どっかに突っ込んで本当に捕まるのか確認してみてください。無事に捕まるのを確認したらこれで完了です。何気にこの捕虜梅アカウントっていうのは優秀なので、知らなかった方は効率よく作ってみてください。ありがとうございました。一本勝つぞ。